今日松江城観光を楽しむ一人の女子高校生。ちなみに何城？松江城。正解です他にどんなお城知ってますか？名古屋城、大阪城、熊本城、うん、はい、それは何で知ってるんですか？本で見ました。日本が大好きな韓国の高校生、ジョン・ソヒョンさん、16歳です。小学校4年生の時、キツユーチューバーのカンアケチャンネルを見て、字幕なしで日本語の動画を見たいなって思って勉強を始めました。日本語を覚えるきっかけは、人気ユーチューバーなどの動画を教材に独学で勉強したといいます。藤井風さんの死ぬのがいいわはすごく流行ってて、みんな聞きたいし。ジョンさんは去年12月、韓国で行われた日本の文化などにまつわる高校生クイズに参加。参加した100人以上の中で、見事個人戦2位の島根県知事賞に輝き、副賞として贈られた4泊5日の島根旅を楽しんでいます。しかし大会では苦戦したクイズもあったといいます。出雲そばの問題も出てました。カステラとか、あと長崎ちゃんぽんで有名な地域はどこですかってそれ知ってたんですか、ジョンさんは？はい、そこで落ちたんですけどジョンさんは松江城や出雲大社など県内観光のほか、地元の高校を訪問し、日本の文化に触れる予定です。日本に関わる仕事をしたいし、日本に住んでたいです。